大内、琴音川は、埼玉県を流れる一級河川。琴音川水系中川の支流で、流路延長は2 6 7キロメートル。江戸時代以前は、琴音川本流がこの河道を流れ、東京湾へ注いでいた。起点の日現在の起点は、久喜市と杉戸町の境界にある火災橋である。杉戸町、宮城町、春日部市、越谷市、松伏町の境界付近を流れ、 中川に合流する、大ね北葛飾郡市と南埼玉郡市の境界に沿っている。起点には上流から火災用水路が流れ込んでいる。名の大内とは農業排水を落とす幹線排水路の意味である。大河の頃の名残で流域には発達した下半砂丘や自然堤防が見られる。小音川と上流の火災用水路の一部は江戸時代以前の富川本流であり、 利根川の主要分流である海の川と浅間川とが合流した地点から南流し東京湾へ注いだ。古い流路は武蔵国と下宇佐国の当初の境界だった。再下流は葛飾区亀有付近で2つに分流し、江戸川区西火災付近を河口に持つ東の河道は中川、葛飾区小菅、墨田区向島付近を通り現在の横実験川付近の川口へ向かう。 西の稼働は隅田川と呼ばれた。両者の河口は接近しており、挟まれた位置には亀戸等があった。東京湾へ注ぐ分流量の日は近世にかけて、後者から前者の稼働へ移った。杉戸町、高野付近は高野川とも呼ばれ、中世の欧州街道が川を渡っていた。利根川当選以前には、戦国時代に、 大田道館が江戸城を築いた時の石材運搬や兵糧前の輸送に使われた。文禄三年に海の川の竜頭が締め切られ、元那七年に浅間川が、茎下様で南への流れが締め切られたため、利根川から切り離される琴根川と呼ばれるようになった。1918年の改作工事で将来古川下流が松伏町下赤岩付近で琴根川へ接続された。 庄内古川及び合流点から河口に至る旧、古戸根川稼道はすべて中川とされた。百合の木橋から上流方面を望む大内古戸根川と中川の合流点。ありがとうございます。